皆さんこんにちは。いつも私の動画をご視聴くださいましてありがとうございます。本日はこちらのサフランバスケットを作っていきたいと思います。こちらですね、カップを使ったサフランバスケットなんですが、サフランの球根をただ机の上に置くだけではなくて、こんな可愛い入れ物を作っておくことで芽が出るのをワクワクしながら待つことができると思います。それでは早速材料を紹介していきます。まずこちらのダイソーさんで購入したホワイトペーパーカップ 140ml を準備します。カップはですね、これぐらいの入れ物の大きさになります。深さもあって、これに緩衝材を入れて球根を置くとちょうどいい高さになると思います。そしてこちらが緩衝材です。ペーパークッションという名前があって、これダイソーさんで購入してきたものなんですけど、アイボリーの色と、ピンクの色それぞれあります。でピンクの方はオーロラが入っていて、ちょっとこうラメがあってこうキラキラしているようなものです。そしてデコレーション用のシールになります。こちらも、様々な種類のものが売ってますので、自分が好きなものを購入してみてください。それでは早速作り方を紹介します。まずカップの側面に自分が好きなシールを貼っていきます。はい、こんな感じです。そして、ペーパークッションを適量取って入れ物の中に入れます。サフランの球根をこの中に入れてやります。これで完成になります。いかがでしたでしょうか。サフランバスケットが完成しました。はい、というわけで今回はサフランバスケットの作り方を紹介してきました。シールを貼ったりマスキングテープを貼ったり、いろんな作り方があると思いますので、自分のお好みで作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。